では続いて北浜のいぶし銀のコーナーです。ゲストを迎えしています。光証券商品部投資情報課の山下健さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。雨の中どうもありがとうございました。山下さんには今日はですね、キャッシュレスというお話をしていただく、はい、まあ、物を買ったりサービス受けたりするときに決済を現金じゃなくてすると、はいはい、決済を行うというそういう、まあ、仕組みのことですね。そうですね、ね、はい、でも日本というのはどうもそのなんていうんですか、現金信仰が強くて、はい、特に今の低金利は皆さんお金持ちが銀行に預けといてもしょうがないからタンス預金に、はい、やっぱり現金が一番いいんだよねっていう声が多いというふうに言われてます。そうですね、はい、まあ、そういう国民性なんでしょうかね、はい、でその通りでキャッシュレス決済の比率ですよね、各国の比率をここに、ありますけども、50% を超えている国というのは結構多いんですね。ですがもう先ほどおっしゃられたように、この日本はもう、せいぜい 20% 弱ということで、うん、主要国の中では、かなり低い方になっております。ドイツと並んでというのはいいですね。そうですね、はい、これは、であとその、次の資料なんですけども、はい、その日本の中でキャッシュレスの、決済の、どういう内容で行われているかということなんですね、はい、で圧倒的にクレジットカードが多くなってまして、はい、その次に電子マネーということになっているんです、うんうん、はい、でまあ、クレジットカードはだいぶ、まあ、日本でも普及はしているんですけども、都市部とかでしたら買い物するときにクレジットカード使える店は大変多いんですけども、うん、やはりまだ地方に行きますとなかなか使えるところが少ないというのが現状なんですね。あ、はい、でこのクレジットカードを、店側が導入するときにですね、その端末を、まあ、導入しないといけないんですけども、あ、そうなんですね、はいはい、その専用のその端末に対して、まあ、コストがかかるということ、それから、まあ、クレジットカードですので当然その買い物された売上高に対して一定の手数料をカード会社に支払うことになるんですが、大体まあ 3% ちょっとと言われているんですね、平均しますと。でこのあたりをやっぱりちょっと小売店側は嫌って導入にちょっと二の足を踏んでいると、そういう状況だと思います。それで中で電子マネーの比率が徐々に高まっているということですね、ですね、はい、これね、世界的に見ると電子マネーというのは非常に少なくて、はい、実は日本の中でも比率は低いんですが、世界の中で見ると電子マネー意外と日本は使われている方なんですね、これでも。はい、そうなんですか、はいはい、であとですね、クレジットカードについてはその先ほど申しましたように都市部に対してはまあ利用されてますけども、地方ではなかなか利用されていないということで、今外国人が日本にたくさん訪日しておりますが、その外国人の方が買い物をするときにですね、現金しか使えない、特に地方に行った場合に現金しか使えないという、そこで不便を感じているという方が、まあデータによりますと4割ぐらいあるというふうに言われております。でそこで現金しか使えないんだったら買い物ができないということで、買い物を見送ってしまうということになって、まあ売上の機会損失ということになるんですけども、でこの機会損失の額がですね、試算されているのでは、この先例えば2020年に政府が訪日外国人の目標を4000万人という目標を立ててます、はい、これが達成されたとしまして、で今の現在のこのキャッシュレスの、環境が今のまま変わらなければ、日本円に直すと1兆2000億ほど、この売上高の売上の機会損失が出るというふうに試算されています。そうですか、はい、このままですと。そうですね、はい、でこの1兆2000億という金額がどの程度のものなのかということなんですが、同じく政府が出している目標で2020年に訪日客の消費額、日本に来てお金をどんだけ使うかということなんですが、これを8兆円の目標を立てておりますので、それに対して1兆2000億ほどが機会損失で逃げてしまうということになると、ちょっとやっぱり大きいと思いますので、2割に上げない 15-6% ということですかね。そうですね、はい、ですので政府の方もですね、このキャッシュレス決済を推進しようということで、2025年までに 40% に高めたいと目標を出しておりまして、で、はい、で将来的には 80% ぐらいに持っていきたいという考えなんですね。ああそうですか、はい、今は2割程度
そうですね、なのが、はい、これ4年間で倍増するよっていうんですかね、これね。ですね、はい。ね、あ、25年か、はい、あ、25年だから、まだもう少しになりますね、はい、7年間で倍増しようと、すごいですね。はい、でこのキャッシュレスを、まあ、進める理由としましては、その外国人が買い物しやすくなるというのももちろん一つなんですが、はい、それ以外にですね、あの現金に対するコストというのが今注目されておりまして、で現金通貨を発行するときのコストですよね、発行コスト、うんうんうん、それから、安全に保管したり運搬したりするコストですね、うん、あと ATM なんかもあの日本ではたくさんあるんですけども、うん、この ATM を1台導入するのに、うん、およそ300万円かかると言われているんですね。あ、はい、でその1台の導入した ATM を維持するのに毎月30万円ぐらいの維持コストがかかると言われてますので、これが金融機関にとっては重くのしかかってきているという現状なんです。ですので最近はその金融機関によってその ATM の台数を設置をどんどん撤去していったりとか、そうですね、はい、であとは ATM を銀行、他の銀行と共有化していこうと、共有化すると、はい、そういう動きが出てきたりしております。うん、まあ、そのコスト負担結構バカにならないということですね。はい、それを、まあ、キャッシュレス決済にすれば、はい、そういう負担がかなり減ってくるということですか。はい、実際のキャッシュ使わない、社会になっていきますですね。そうですね、はい、そうしますと、あの消費者側も、この銀行に行ったり ATM に行ったりしてお金を下ろす手間がかからなくなる、うんうん、から支払いの時も、小銭をじゃらじゃら差し合いしなくて済みますので、うんうん、はいはい、そういうメリットもありますね。で、まあ、あの落としたりとか、はい、盗難にあったりとかというリスクも軽減できるかと思います。うん、まあ、そこに、はい、新しいビジネスチャンスが生まれてくるということでしょうか。そうですね、はい、ああ、でさらにそのじゃあどういう銘柄が恩恵を受けるのか、はい、ということで、はい、各論に入ってきていただきたいと思います。はいはい、まずですね、4755の楽天なんですけども、これはあのクレジットカードでは楽天カード、それから電子マネーでは楽天エディなど人気がありまして、特にこの楽天エディについてはこの電子マネーで国内の発行枚数が1位ということなんですね。で使える店も非常に多いので、使い勝手のいい電子マネーの一つだと思います。それから、まあ、楽天の場合はですね、このショッピングの、インターネットショッピングですね、それを中心として楽天エコシステム、楽天経済圏というものを構築してまして、うん、楽天銀行であるとか、楽天生命であるとか、うん、楽天トラベルであるとか、そういう形でいろんなあのサービスを受けることができます。でその、そこで受け、得られたデータをですね、活用して次の商品に生かすというそういう試みも、電通と共同で楽天データマーケティングという会社を作って、新しく取り組みを始めております。はい、そういう状況なんですが、楽天には非常に脅威になるライバルというか会社がありまして、まあ、皆さんご存知のアマゾンですね。はいはい、でこれでどんどんこの国内のシェアも取られていくということもありますので、うん、株価の方はちょっとそういうことを織り込んでずっとここのところ下がっているんですね。うんうん、はい、ただその業績が実際、楽天の業績自体が悪くなっていっているというほどではないので、この株価はちょっと反応が、ネガティブに反応しすぎているのではないかなと。ああ、そういうことですか。はい、そろ見直し買いがこのあたりで入ってきてもいいのではないかなと思います。お、はい、まあ、通信にも参入するということが、ね、はい、注目されていましたよね。はい、まあ、そのいろんなことをやってるんだけれども、はい、というアメリカにすごい強い強敵がいるので、そうなんですね、ということでしょうか。はい、まあ、その分も楽天は割れを食ってるのかもしれませんね。はいはい、そしてその他の銘柄いかがでしょうか。はい、ですね、3774の IIJ、はい、インターネットイニシアティブという会社なんですけども、はい、ここはあの1月にですね、D カレットという新しい会社を設立しまして、国内の19社で、共同で、設立した会社なんですけども、うんうん、でその中でこの IIJ が筆頭株主になってます。うんうん、で業務内容としてはデジタル通貨の取引、それから、決済、
そういうサービスを行うということなんですけども、うん、ネット上にですね、あの電子的な財布、まあ、ウォレットというんですけども、うん、これをあの用意しまして、うん、それを通じてデジタル通貨の取引、決済、そういうことができるということなんです、うんうん、これが普及しますと、スマホ1台で例えば仮想通貨の取引ができたり、それから銀行の、銀行のコインですね、であるとか電子マネーであるとか、そういうものの、まあ、入出金管理ができます。であとその買い物をする際に決済をする、そういうこともできるようになります。で、まあ、キャッシュレスという、まあ、枠組みだけじゃなくて、うん、そのフィンテックという大きな枠組みで考えても、いける銘柄ではないかなと思います。そういうことでしょうかね、はいはい。まあ、よくその IIJ はそういう形でフィンテック絡みで見直せることが多い銘柄ですよ ね、はい、すね、はい。あとここにも出てますけども、まあ、伊藤忠K オプティコム、ソンポホールディングス、第一生命、これがみんな出資しているということですか。そうですね、はい。あとここには、まあ、あの載せておりませんけども、あの QR コードの決済というのが、まあ、中国なんかでは盛んなんですけども、はい、日本の方でも大手のメガバンクが QR コードの規格を統一して、はい、これはあのバンクペイというふうに、まあ、あの仮に名前が決まっておりますけども、うんうんうん、これを導入していこうというそういう動きもありますので、まあ、これからいろんなこう主導権争いというのが行われていくのではないかなと思います。そうですか、はい。まあ、いろんな動きが出てくる可能性があるということですね。はい、分かりました。まあ、そこら辺は、これ今月号持ってきていただきましたね。はいはい、主眼着眼、こちらにですね、大体取り上げられてますので、はい、興味のある方はこちらを読んでいただけます。はい、光証券さんに、はい、申し込めば、ね、はい、いただきますと。はい、です。ありがとうございました。はい、山下さん、ありがとうございました。ありがとうございました。